ドラクエ3リメイク、今かなり話題となっておりますが、ここに来てなんと天空シリーズ、こちらとの関わりが改めてあるのではないかと、そういったことが言われているわけで、今回はドラクエ3リメイクの限定特典から推察するまさかの可能性っていうところをですね、取り上げていきましょう。では中身を見ていきたいんですが、まあ、なかなかね、これは信憑性が高い内容かと思いますよ。普通にこれはあり得るんじゃないかな。今回ドラクエ3リメイク、こちらの発売日が11月14日と発表され、予約も開始となりました。同時に様々な購入特典の存在が今明らかとなっているかと思いますが、中にはブック型パッケージ収納ボックスが付いてくる限定商品があることも判明いたしました。そのブック型パッケージ収納ボックスは豪華な赤い本、こちらを模した作りになっておりまして、内部にゲームパッケージを2本収納できるようになっている。これっていうのは表紙にロトの紋章、ごめん間違えた、背表紙だ、背表紙にロトの紋章、表紙にはラーミアが描かれ、言うまでもなくドラクエ3と25年発売予定のドラクエ 1&2 のパッケージを収納することを想定して作られたものであると。まあ、ここまではですね、まあ、そりゃそうだろうと思うんですが、しかし、このゴージャスな赤い本を見たとき、ドラクエ11、過ぎ去りし時を求めてを思い出した方も多いのではないでしょうかと。ドラクエ11の真のラスボスを倒した際に見ることができる、通称真のエンディング。詳細の流れは省きますが、その中で謎の女性が読んでいた赤い本と、このドラクエ3の特典のブック型パッケージ収納ボックスは雰囲気が非常に似ていると。まあ紋章などの細部のデザインが異なっているので、まあ一概にこれがね、ドラクエ11じゃんっていうことは断定することはできませんが、ただドラクエ11の真のエンディングには、この女性が一人の少年を起こしに行くシーンがあり、その時起きなさい起きなさい私の可愛い坊や、今日はお前が初めてお城に行く日だったでしょう、と話しかけるのだ。この言葉はドラクエ3の冒頭にある主人公の母親のセリフとそっくりで、ドラクエ11とドラクエ3のつながりを示唆するかのような、そのような演出となっていたと。そしてそこに出てきた赤い本をイメージしたものが、今回のドラクエ3リメイクの購入特典ブック型パッケージ収納ボックスになっているのだとしたら、さらに別の可能性も広がると、そういったことが今言われているわけですね。緑の本が特典になる可能性は、実はドラクエ11のエンディングで女性が赤い本を本棚にしまうとき、その隣にはよく似た緑色の本も確認できた。赤い本を模した特典がロトシリーズのパッケージを収納できるためのものであるなら、次は緑色の本を模したものが購入特典として登場する可能性も考えられるのではないだろうかと。ドラクエ好きにとって緑色から連想するものはやはり天空シリーズだろう。先走りすぎだと思うが、どうしても HD2D 版天空シリーズの制作を期待したくなる。これだけだと強引なこじつけと思われるかもしれない。しかし6月18日公開されたドラクエ3リメイクの最新 PV 映像をよく見てほしいと。主人公が自宅で母親と別れるシーンの背後には大きな本棚が確認できる。そこにも緑色の本と赤い本が意味深に並んでいると。しかし本に明確な色が付けられているのは緑と赤の本がある花壇のみと。これを意識するなという方が難しい。実際のところまだドラクエ3リメイクのロトシリーズが発売さえされてない状態であり、天空シリーズにまで思いを馳せるのは気が早すぎるのかもしれない。しかしファミコン、スーパーファミコンでドラクエシリーズを遊んできたファンにとって、この2つのシリーズはやはり特別な存在なのだと、そういったことが言われてます。まあざーっとねちょっと読んできたんですが、まあ確かにね、改めてこれ見てみるとそういうわけでもあるので、まあどうなんだろうな。
まあ、少なくともドラクエ11の時からですね、3とは関係があるとか、公式もね、ストーリーにつながりがありそうな、そういった伏線についてもですね、触れていたりしていたので、まあ、ほぼほぼね、こちらについては、つながりあることについて問題ないかと思っていて、まあその通りなんだなとは思っているんですが、ただね、やっぱりドラクエファンにとっても特別なね、存在でもあると思うんで、ドラクエ3。まあ、しっかりとね、ここのところも深掘っていただけると非常に嬉しいなと思いました。まあ、今回はドラクエ3から始まる、まあ、ロトシリーズって形になっておりますが、まあ、厳密には始まりってドラクエ11からかなと思っているので、まあ、ドラクエ11のね、なんだろう。そのドラクエ11の要素がドラクエ3リメイクに、まあ、そもそも反映されてるかどうかわかりませんけど、なんかそこのところもね、ストーリーに組み込まれていると非常にね、嬉しいなと思いました。まあ、例えば回想シーンとか、まあ、さすがにちょっとね、物語、ストーリーの入りの部分でドラクエ11の要素って入れるの難しいと思うんで、まあ、ドラクエ3リメイクの、まあ、注釈として、そこに、入れ込むみたいな感じでしょうか。まあ、そんな感じかな、イメージとしては。で、まあ、最終的にはドラクエ1&2につなげていくって感じなので、まあ、ドラクエ11、こちらの真のエンディングと、あと、まあ、ラーミアかな。まあ、これもね、かなり重要な、モンスターっていうか、まあ、ガニアになってくるかと思いますので、まあ、ここがね、どう絡んでくるかっていうところでしょうか。いやーけど、ドラクエ11か。けど11と3に関わりがある、つながりがあるっていうことを知ってる方ってそんなに多くないのかな、どうなんだろうか。まあ割とね、この話っていうのは一般的に知られているのかなと思っていたんですが、案外そうでもないんですかね、どうなんでしょうか。まあ強引なね、こじつけと書かれておりますが、案外ね、そういうわけでもなく、まあ、割とね、そう、信憑性はあるのかなとなんとなく推察はしております。はい、まあ、そんな感じでしょうか。ただまあ天空シリーズでもね、関わりがあるので、まあどちらかというと、今回ドラクエ3から始まるロトシリーズで、それがね、終了し 1&2 で、でドラクエ12で、また再び天空シリーズに話が戻りみたいな、まあ、そういったイメージなのかな。まあ個人的にはなんかドラクエ3リメイクの延長線上になんかドラクエ12がありそうな感じがするけど、どうなんでしょうか。まあ何とも言えませんけど、まあそういったところで限定特典から、こういった可能性もですね、今出てきておりますので、今回は共有させていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。ということでお疲れ様でした。いやーけど、ドラクエ3リメイク、あとわずかか。言ってももう4ヶ月切るわけだからね。そう。11月の中旬ぐらいだよね。だからまあ本当にあとわずかとなってきたのかなと思います。